にちは、トルーパーズの山中です。私は今千葉県の、とあるサバイバルゲームフィールドに向かって車を走らせております。はい、サバイバルゲームフィールドというと、ナイフの持ち込みは禁止ですよってこう注意事項に書いてあるフィールドがすごく多いんですよ。それを僕は最近久しぶりに目にした時にすごくやっぱり違和感を感じたわけ。なんでナイフを特定してナイフの持ち込みは禁止だよ。ナイフさんがかわいそうじゃないか。まあそれはまあいろいろなこう、ナイフの社会的なイメージとか、あとはまあエアガンで遊ぶ場所なので、そういった趣味の人たちが安全にっていうね、配慮のもとの体裁だと思うんですけど、規制というと、まあ他にもこう危ないものって言ったら、こう護身用具で使う警棒、スタンガン、なんだろう、催涙スプレーとかね、間違えた使い方をすると、とんでもない事件になっちゃったりするものをただ扱ってるわけですよ。それで、なんていうのかな、昔僕は今のトルーパーズではないんですけどね、クロスボウっていうのを扱ってたことあるのね。クロスボウってわかります？あれですよ、ライフルの先っぽの方に弓矢を横にした状態でセットされてるような、引き金一つで矢を飛ばすことができるっていうやつですね。すごい危ないのよあれ。安いやつで5、6000円で売ってたりする。で、特に規制もされてないんじゃないかな。で、当時さ、扱ってたことあんのよ。まあ、やめたけど。ヤガモとか、昔、ちょっとね、事件になったことの時あるじゃないですか。とにかくこう、弓矢を、横に置いてあるってなもんで、とってもこう、なんていうのかな、セッティングするのが力がいるの。まあ高いね、何十万とかするやつだったらその辺が簡単にできるような、システムあるかと思うんですけども、もう弓をね、弓ってあの棒でしならせるやつね、それを両手で掴んで足で背筋をうって使うわけ。あれ絶対女性じゃセッティングできないよね。しねえよって言われたらそれまでだけどさ。それでもう今から20年ぐらい前ですよ。当時販売したお客さんがえらい剣幕でまたお店に来たわけ。そのクロスボウを持って、これ家でやろうとしたけど絶対できない、これ不良品だろ、できるもんならやってみろみたいな。いやだからまあつって、それでその場でこうやったわけ。セッティングして、こうやってセッティングするんですよって。そうかつって、じゃあちょっとそのまま打ってみろって言うから、しょうがない、その辺にあったさ少年ジャンプとかをさ置いて2メートルぐらいの距離からさ、バッて打ったわけ。ボンって。すげえ勢いでさ、何センチぐらいだろうな。少年ジャンプをね、ギリギリもうちょっとで貫通っていうぐらいまで刺さったかな。そんなにいかなかったかな。ちょっと覚えてないですけど。で、その威力を見た瞬間に、その偉い剣幕で怒ってたお客さんは、すげえ青ざめた顔して、現物も持たずに、そのまま帰ってしまいました。その気持ちなんとなくわかるわと。こんなの家に置いといてどうすんだよと思って。ね。
それでもね、まあ山を持ってる人とか広い空き地を持ってる人とかそういった、うん、あの的を当てて木とか置いてさ楽しめるっていう人はいいのかもしれないけども、まあ、ちょっと売ってても社会的にどうかなと思って私はちょっとやめた次第でございますよ。まあ、でもその後ねトルーパーズになってから、ウォーキングデッドっていう海外ドラマ、それで結構人気のキャラクターが使うんですよ、クロスボウっていうかボウガンをゾンビをやっつけるのに、あんな大量に来るのにさ一発一発セッティングなんかしてたら絶対無理だよっていう武器なんだけど、まあ、最後矢を持ってつっついてましたから、でその時もやっぱりこうコスプレの方とかそういうそのねキャラクターみたいに背負クロスボウ背負いたいよっていう人絶対いたと思うので再度販売を開始したんですけど、その時もやっぱりわざと弦は抜きましたね。弦ってあの弓矢でいうとあの紐の部分、うん、引っ張るやつ、それがなければね発射はできないし、で紐とかでやろうとしても結構な耐久性があるの必要とされるので、そうそう、うん、フルパワーで打つことはできないだろうと。もし本当に欲しい人がいたらもう購入先教えてあげるから自分で買いなさいっていう、そんな振り方はしましたけどね。難しいですよね、そういったなんかこんな危ないものを売ってみたいな世界って。ただただ私は思うには商売ってなりゃいいよっていう話では全然なくて、やっぱり結果的に自分らがね避難されたり被害者が生まれたりっていうことを考えると、売るべきでない商品とか売っちゃいけないなって思う商品はやっぱあるなというお話でございました。左方向です。とりあえず近くに来たのでこの辺で、それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。